よし、じゃあ引き続きやっていきましょうか。ニーヤオートマータですね。よろしくお願いします。おい、パスカル。ニーヤさん、どうしたんですか？直接話したいって。トゥフビー、話すよりも実際の記録を見てもらった方が話が早いな。転送開始。転送しない。まあ、していいかな。警戒しつつ、一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。データを転送しないとかの方がなんか会話が変わったんですかね。押し込めちゃってんだよな。インドロボ、僕の家では手が届く範囲に何でもあるんだ。何不自由のない快適な暮らしなのだ。素晴らしいのだ。僕は家を持たないんだ。不自由なところもあるけど、心はいつだって自由なのだ。うん、悪くないね。それぞれの良さがあるよね。あれ？あなた、優しいアンドロイド。また引きこもった。また引きこもっちゃったの？外に出てみるって言ったよね。あれからしばらく頑張っていたんですが、気づけばまた鍵をかけて。しかもこの間より強固な電子プロジェクト。まったくしょうがねえな。ハッキングで開けてみるよ。ただまた引きこもるぼ。そのいや、向き不向きとかあるしね、その無理して引っ張り出すことはないと思うんだけど、まあ、ただその現代の人間としてはちょっとあのまたこんな空間まで作ってやっぱね、不適合な感じにはなっちゃうかもしんないですよね。邪魔すんじゃねえよ。やるじゃない。いや、申し訳ないですね。なんか俺よくないことしてんじゃないかなと思う。もう心配かけて、どうしてまた引きこもってしまったの？怖かったんだ。外に出るようになったら気になるロボットができたんだ。え、その子を見ると思考回路がショート寸前。ででん。ででででででん。こんなの初めてで怖かったんだ。大丈夫。その子はママが一緒に会ってあげるから。そう、いや、そうじゃねえんだけど。まあ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 、いっか。じゃあ頑張ってみる。ありがとうございます。あのね、引きこもりロボはまず相談しろ、マジで。こんなお礼しかできませんが。お、金か？金、金、金。あ、射撃攻撃力アップ。あ、そうそう、俺射撃攻撃力アップつけて HP をねまた減らしてましたが、まあハッキングガンガンやってるのであんまり意味なかったかもしれないですけど。あ、チップじゃないのか、あれ攻撃力は。衝撃対衝撃制御。またこの子に会ってやってくださいね。トゥービーなんか積極的。気になる子ね。おしゃべりできる？あ、内気なんですね、結構。そんなに別に 9S も暇じゃないっていうか、 9S はね、やっぱ機械生命体あんま好きじゃない日記なんで、こういうことをやるかどうか。あ、でもちょっと待てよ。ハッキングをするクエストってことは 9S じゃないと受けられないクエストっていうのもあるのか。あー、いや、9S、 あ、なぜ A2 の情報をパスカルに聞いたの？え、司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。おお、ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター 210 より 9S 定期連絡を行います。はいはい、こちら異常はないですよ。
了解しました。それと最近のヨルハキ隊 9S の活躍に対し司令官から直々の称賛があったことを伝えます。それに伴い9号モデルの増産の検討をするとのこと。へえ、そうなんですね。嬉しいな。この結果もオペレーターさんのサポートがあればこそですね。オペレーターさんは冷静だし美人だし。お世辞は不要です。以上。お世辞じゃないんだけどな。っていうかさ、美人じゃない？うん？なんだ？美人じゃないタイプのアンドロイドっている、いるんですかね。お、強い。あ、トゥービー。どうして？まあ原因は俺なんだから。おー、やめてくれよな、まったく。いいな、俺もあんだけのジャンプ力欲しいな。わざわざさ、一からさ、この顔面を、また空中だよ、また無を使う、取得してるよ、こいつら。ねえ、空中じゃないや。一からさ、こう、側を作れるんだからさ、わざわざさ、可愛くない。たまには釣りでもやってみる？投げる。一応ちょっと確認してみただけです。このゲームはこの邪魔が入るのか、全くふざけたゲームだよ。おとなしくしてろ。おい、邪魔すんじゃねえよ。人がちょっと釣りでもねえ、興じようかって時に。ありがとう、トゥービー。その辺でいいの？ああ、じゃあこの辺は？あ、そこがいい？え、釣りポイントじゃないとダメってこと？終了。なんか該当、ごめん、トゥービー、違うんだ。該当するところじゃないと釣り自体もできないのか？投げる。あ、向かないとダメなんだ。おーい。反応なし。ありがとう。終了。やっぱ適切な釣りポイントで釣りしないと魚すらすることができないということですね。魚のね、影とかが見えてればもうちょっとやりやすいかもしれないんですが、まあおとなしく。曲いいな。よいしょ。ん？メールか。報告。アクセスポイントからメール受信の連絡。ああ、 2B か。ちょうどいいところに来た。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している空母があるんだが、近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスも補給作戦をアシストする。君たちにもその護衛をお願いしたい。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用のミサイルが準備されているんだが、機械生命体たちも最近活動を活発化させているから警戒はしておいた方がいいと思ってね。もちろんヨルハ部隊からの指令があればそちらを優先してもらって構わない。頼んだぞ。ふん、このタイミングですね。ここから一気にね、物語進んでしまうとか、単独行動になってしまうことが多かったり多くなかったりするんで、まあ何かクエストとかやるんだったらこのタイミングがいいんじゃない。あ、これかいいんじゃないかなね。あのコメントもいただいておりました。ありがとうございます。できればね、あのエミールのクエストちょっとやりた。これは40式剣、あー、これなんだったっけな、ガイだったかな。機械生命体が使ってるやつか、それとも旧型のやつかな。
相変わらずホットの強化はできぬ。少しずつなんか アイテムはねあるみたいなんですけど、射撃強化とかできる？コスト増えるだけなんだよな。ランクが増えても、うん、あ19だから増えはしないのか。でも今この2つをつけている、いやつけてないのか。射撃強化をたくさんなんかつけてたりつけてなかったりするから、なんか怖いんですよね。あれ連続ダメージ防止俺つけてんの？いらなくね？物理防御をつけてたんじゃなかったか。自分で何つけてんのかも分かんなくなるっていうね。装備中のチップ、あれ射撃強化、射撃強化、あ挑発強化、炎上、炎上、すげえな。攻撃しかつけてねえじゃん。死んだんじゃないの？まあいいや。なんかチップ強化の合成とかの表記がよく分かんなかったな。そうするとこの辺のなんだっけ、チップのさ、射撃強化チップみたいなものがあったよね。これで、ああでも12だもんな。俺ガンガン買ってさ、その強くとかできあリモート操作、リモート操作できねえんだけど。適用スタン状態、スタン、うーん、なんかなんだろうな。なんかさ、なんかピンとこないんですよね。どうやったらリモートができるのかがよく分かってないんで。例えばこれ射撃攻撃アップをさ、まあ、4つくらい買うじゃん。でそうすると射撃アップのさ、その強化ができるわけでしょ。射撃強化してみ、ちょっとこれだよね。これとこれとで、どうなの俺。コストは減るけど、減る減ってないね。で射撃がアップする。でさらにこの射撃と、あこれはプラス2なのか。でこの射撃と射撃でもう一回アップさせて、そうするとプラス2が作られるから、これとこれでコストは変わらない。なんか変わりそうな気がするんだよな。14にで14なんでしょ。でそうするとあでも低い、超低い。あーなるほどね。これだったらさ、もう一回このチップをさ、1919でしょ。ああもう一回射撃強化をさ作ればさ、もっと強くなるってことだよね。だからいくつ必要なの？ 2,4,6 個ぐらい必要なのか。射撃強化のさチップをさ、これか、これさ6つでいいのかな。6つ、いや適当に買っちゃえ、お金あるから。豪遊、大豪遊して、でまたチップ合成して、また射撃を上げて、でプラス2がないからまずこれでプラス2を作る。でプラス2を作ったらプラス2で移動してやる。でそうすると44になるから、これとこれをやると、まあコストは上がるけど19でとどまってるから、これでこうする。そうするとプラス4っていう新しいのが、あでコストが低っ。えチップ合成すごいいいっすね。え、もうちょっとじゃあ射撃アップ作っちゃっていいかな。うん、いい感じですね。射撃攻撃をプラス4まで上げて、これ2つつけるでしょ。で HP 最大もちょっとチップで合成で遊んでみました。この辺のやつはね、まだ持ってないというかね、ちゃんといいもの持ってなかったりするので、またどっかで買ったり集めたりしないとダメな場合もあるみたいですね。あとなんかやりたかったのは、あ炎上が強くなるのか。あオート HP 回復とかも、でもさ9、今さ余裕が1しかないんで、これが9が17になっちゃったりとかするとダメなんですよね。だからここのオート HP 回復とかで、ここでコスト
つけてどれくらいその圧縮できるかみたいなものをやっぱ計算、これ どういうやつなの、コストがどういうふうに上がるのかがよく分かってないですけどね。で今自分がつけてるのはこれなのかな、なんかつけてないやつもあるんでよく分かってないんですよね。でもプラス3プラス3でコストがもっとで4となると今度11なのでどうなんだろうって、余裕あったかなって不安なんですよね。あの買ったは買った、つけたはつけたでいいけど、そのちゃんとさ計算できてなくて、作ったはいいけどここにさ組み込めないとかね、ギッチギチなんです。あの常に俺ギッチギチなんで、そのつけた時に大丈夫になるのかがすごい心配なんですよね。やっぱ気になるのは挑発強化とかをさ、だから一から育てていくチップを、弱いチップから組み立てていくと当然のように圧縮がかかるんでいいと。だエミールから物買う必要がないですよね。今あるこの21をちっちゃくすることっていうのはどうやら不可能みたいなので、それがな、残念というか、大きいものをね圧縮したいんですけれども、ちっちゃいものでちっちゃいものから育てていかないといけないっていうのはちょっと面倒とは言わないけど、なんかもうちょっとね別の方法があってもよかったのかななんて思っちゃいますけど。あのロボット何か様子がおかしいな。賢者ロボ、会話することはできないのか。攻撃できるんだ、気をつけよう。そういえばさ、ここのずっとさ通信環境調査適当にまあ道中で勝手に受けちゃって一度もねできてないんですけれども、ここのエリアでいいんですかね。陥没エリアだっけ、廃墟都市陥没エリアのアクセスポイントに向かいだから多分ここでいいと思うんですよね。あとさ、まあ実はエミールどこかにいないか、この子なんで赤いんだ、特別なロボットなのかな。そうエミールクエストがあればねエミールやりたかったんですけど、まあ、さっきマップ見たらね普通にもいたので、そっちもねやってみようかなと思います。時間的には多分余裕はあると思うんで、ほれ、エミールがさ、エミールの実家というか、まあ、住んでいるところにもまだ行けてませんもんね。よいしょ、機械生命体がいるな。またいじめてんのか。ジャミング電波を確認。ジャミング？厄介ですね。やべ、あぶねえ。まさか、まさかこんな感じで、その挑発すると襲いかかってくるやつがいるとは思わなかったぜ。危ない危ない危ない。うわ、ちょ危ない危ない。なんだよこいつら。なんでこんな増えてんだ。ちょっと今やめろやめろやめろ、危ない危ない。なんだこいつは。撃てないのかまだ。よし。あ、初めてなんか何やつが吠えた。おうおうおお、なんだなんでこいつがこんないっぱいいるんだ。アイテムは回収する。危ない。はい、お疲れさん。とりあえずアイテムは回収しておこう。胴体。と壊れた回路。とその上のものは取れるのか？あ、乗れるんだ。ちゃんとしてんね。よいしょ。
非正規界生命体の排除およびアクセスポイントの復旧を確認。バンカーより 2B へ。たった今アクセスポイントの回復を確認した。ご苦労。司令官、その件で報告があります。なんだ。アクセスポイント不調の原因はジャミング電波を出していた機械生命体が原因でした。その設備が我々の通信端末であることを理解してるってことか。それだけじゃありません。奴らは通信端末であることを理解しているのにアクセスポイントを破壊していませんでした。多分罠を張ってたんだと思います。そこまで知性が発達してるのか、機械どもね。この件は月面の人類会議にも共有しておく。了解。お、ありがとうございます。あー、なるほどね。確かに壊せばいいし、あのいじめてたのは単純にジャミングをしていたっていう感じなんですかね。なんかそういうことでもないような気がしたんだけど。エミールの道具屋がどっかに あったちょっとコマーキングしとくか。楽しそうだな。あなたは先日の、そうだね、僕の名前エミール、ショップを営んでいます。なんかあれなんですよね、いろいろあるんですよね、これ。ダウン攻撃力、ダウン攻撃最近やってないですね。全然いらねえからな、これ。最大 HP アップとかもね、コストがでかすぎるんで、ここで買う理由は多分ないんだろうな。死亡時に 15% で回復して復活する。これさ、HP が 60% に上がるとかじゃダメなんですよね。死亡時に 80% の確率で上がってこないとよろしくなくて。ちょっと待って。あれないの？炎上。炎上でも21でしょ？これきついよね。現状だって挑発強化をさ、1個買って、その、多少コスト上げるくらいしかできないもんね。で、これが奥深く。いつでも遊びに来てねって言うんですけどね。なんかね、このタイミングで、あの、月の涙っぽいもの？あ、多分月の涙なんですかね。あれをね、商業施設のところかな。あれをね、手に入れるとなんかね、起こるらしいんで、時間あるのかな？ちょっと、見て、それだけでもやってみたいなと思うんですが。この先だったかな。ちょうどなんだっけ、あー、またでかいのがいる。ちょうどね、アニメの5話を見てみたんですけれども、ちょっとぼちぼち心配な。いきなりのダメージやめてくれよな。勝てない。死んでも困るのでさっさと先に行きましょう。この辺りね、確か自分でもね、月の涙見つけていたんですけれども、それを見つけるといいらしいんですよね。改めて。あれか。ん？お、できてる。まずい。やらねば。でも38でしょ？ 38 ぐらいだったらさ、どうぞ、ほぉ！弾かれちゃうか。おぉ、こいつ引っかからねえの。施設を作るなんて旧世界の人類は余裕があったんですね。あ、当たってる。たくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね。私たちには必要ない。いや、そんなこともないですよ。よし、機械生命体を殲滅させたら僕たち兵士はやることがなくなります。まあ、そうしたら平和に暮らす日がきっと来るはずです。そうだ、平和になったら一緒に買い物に行きましょうよ。2B にお似合いの T シャツとか買ってあげます。 T シャツ？あれ、いらないですか？いや、その日が来たらいつか行こう。本当ですか？約束ですからね。ああ。っていう会話もね、アニメの中にちょうどありましたよ。前回というか1週目でこの会話ありましたっけ？まあ、アニメだとね、いや服はあるからいいだろうってたしなめられていたんですが。へえ、変わった花ですね。月の涙と呼ばれる植物。月の涙。ん？いつの間に？この花、月
月の涙って言うんですね。これを見ているとなんだかいろいろなことを思い出します。なぜだかは分かりませんが、巨大なイノシシに何度も襲われたことや、体を壊されてその度にいろんな部位を装着して試したりとか。なかなか壮絶ですね。それにこの花を見るとよくわからない感情に満たされるんです。胸のあたりがキュッとするような。あの、一つお願いがあるんですけど、いいですか？もしこの月の涙の咲いている場所を他にも見つけたら教えてください。このよくわからない思いの正体を知りたいんです。だからお願いします。エミール、お前記憶が。ありがとうございます。もし月の涙を見つけたときはこの周波数に通信してください。ではお願いします。ああ。どか、ああもう撮った音になってるのか。彼は何なん、どういう原理で動いているんだ。人間の体ではね、もちろんないですけど、機械生命体っていうかね、アンドロイドでもないはずなので、彼がどういう、まあ機械が使えないかって言ったら使えるから、まあこの世界のね、機械とかがどうなってんのか分かんないですかね。まあ、人体に普通にビシャってこうつけられる可能性もあるんで。釣り開始してみる。ほらよっと、ポッて。この時間に意味あるのか。ピクンピクンしないからっていうか、まさか俺ポットで釣りするとは思わなかったんだけど。で、9S はさ、あの、待ってるだけなの？お？報告、成功。メダカ型機械生命体、え？反応なし。あ、え？ちょっと待って、ガチャ的なやつなの？で、おまけにさ、もしかして9S これ椅子座ってる？捕獲失敗。ああ、捕獲失敗？終了。そうだよね、なんか椅子みたいなの座ってるよね。あら、贅沢だこと。釣りを開始。ただなんかよくわかんない椅子みたいなのだな。これバグってんじゃないの？すぐバグを疑う。一応このピトって入ったらいいんだね。捕獲失敗。ああ。終了。ああ、ありがとう。まあ、なんかもうちょっとちゃんとしたら、もうちょっとまともなものがあるでしょうね。現状、ただあれがあまりにもね、あのハンマーがちょっとどうしても使いにくかったんで、どうしようかな。で、月の涙をたくさん探さないといけないのか。それはね、結構困ってるんですよね。その、どこにあるかなんてぶっちゃけ覚えてないんですよ。唯一覚えてるのは、この乗り物の遊園地のところに一つあったかなっていうのはあって、けど、いくつあるんだろう。砂漠にも多分あるよね。で、遊園地にあるでしょ。で、森のとこにはそこにあったから、確かあれだよね、あのこれから行くミサイル護衛のとこでも確かあった気がすんだよな。4つなのかな、どこだったかな。なんかこの辺の路地裏にね、ひっそりと咲いていた気がするんだ。これじゃないな。路地裏から出てきちゃった。ピッピッ、あった。これは月の涙。エミールさんに知らせましょう。はい、何でしょう。月の涙を見つけました。場所は今すぐ行きます。え、そこにいてください。そこにいろっていつまで。お待たせしました。ああ、そうだ。そういえばここは。何か思い出したの？ずっと昔この花を保護していた記憶が断片的に残っています。
でもどんどん砂が浸食してきて、花もどんどん枯れていって、そういえばその頃から人を見かけなくなった気がします。人間を探してくれてありがとうございます。別の場所を見つけたらまた教えてください。僕はもう少しここにいます。おしゃべりはできる？あ、梨のつぶてですか。砂が浸食してきてっていうくらいだから、やっぱりどっか砂場、砂漠のとこにもどっかあったんだろうけど、ちょっともう覚えてねえな。カットでもいいし、まあ調べてもいいんですけど、自力でそんなに難しいねとこには置いてないと思うんですよね。時間的にどうなんだろう。そういえばあれだな、鉄塔じゃないや、なんかもっと他にもね、あ、マンモス団地とかね、なんかどっかありそうなんだよな。砂漠地帯中央とか、中央にあったら死んじゃうしな。